こんにちは。あなたの生活習慣を変えるダイエットトレーナーの根岸です。今日のお話は、お酒を飲む人のダイエットは回数券、危険予測、貯金、この発想を持てというお話です。お酒って飲んでもダイエットは可能なんです。今日はお酒を飲んでも痩せられる考え方についてお話ししたいと思います。まずは1週間の中で4回お酒を飲んでいいですよという回数券を発行してください。次に、飲み会がありそうな日、お付き合いがありそうな日を予測してください。そうすることで、この日とこの日は飲み会があるから回数券は何枚取っておこうって発想が生まれるんです。そうすることで、回数券を無駄に使うこと、つまり惰性でお酒を飲む回数が減るんですね。1週間のうち、その回数券を使わず、キャリーオーバーした分が貯金、回数券を使い切り、再発行した分が借金、こう考えてください。もうわかりますよね。1週間で4枚を使い切ったら現状維持。貯金をした分だけ痩せて、借金をした分だけ太るってことなんですね。こういったダイエットの考え方を私の無料のメールマガジンで発信しています。この動画の説明欄にメルマガ登録の URL を貼っておきました。ぜひ登録して読んでみてください。またこの動画が参考になったら、ぜひいいねボタンをお願いします。